ちは皆さん、今日の、レッスンは元気の2を使います。元気の2の、9番目のレッスンです。56ページを開いてください。今日の文法はあげる、くれる、もらうですね。まず、ここで、皆さんに言いたいのは、まあ、理解する、そして使う、このことが簡単だっていうのはあげるともらうです。まあ、あげる verb、もらう verb。これは理解するのも使うのも、まあ、簡単です。で、難しいのは、このくれるなんですね。くれるは、まあ、理解するのも、使うのも、ちょっと難しいです。ですから、これを、このあげる、くれる、もらうを一度に全部覚えようとしないでください。まず、まあ、簡単なあげるともらうを理解しましょう。では次に、あげるについて説明します。では最初に、まあ、一番簡単なあげるを説明します。あげるは、まあ、give ですね。例えば、I give a Christmas present to my mother every year. これの日本語はどうなるかというと、まず every year。これは、毎年ですね。毎年、my mother、私のお母さんでもいいですが、humble word、母。毎年、母にですね、クリスマスプレゼント。クリスマスプレゼントをパーティクルですね。で、あげます。毎年母にクリスマスプレゼントをあげます。次に、What did you give her last year?、まず、ここを先に訳しますね。去年、去年、her、まあ、彼女にというよりも、日本語ではお母さんに、去年お母さんに、what、何をパーティクル、あげましたか?去年お母さんに何をあげましたか?まあ、カジュアルバージョンはあげたの?去年お母さんに何をあげたの?でもいいですね。はい。では次に、もらうについて説明します。もらうは、まあ、to be given とか、get とか、receive とかの意味ですね。こう、何かを誰かからもらうですね。はい。で、例えば、I receive a Christmas present every year from my son ですと、まず、そうですね、ここから訳しますかね。毎年、毎年、my son、私の息子ですが、普通は息子というだけにします。息子ですね。毎年息子から、 from がからですね、クリスマスプレゼントをを
もらいます。毎年息子からクリスマスプレゼントをもらいます。で、What did you get last year? ね、last year が先に行きます。去年、去年、What? 何を、もらいましたか。去年何をもらいましたか。では、casually 何をもらったの。去年何をもらったの。カジュアルバージョンですね。で、まあこれをもらいました。じゃあこれティーカップですが、日本語では、湯飲みと言います。このティーカップを湯飲み、まあ湯飲み茶碗ですかね。コンプリートバージョン、湯飲み茶碗、湯飲み茶碗をもらいました。は、for short, 湯飲みをもらいました。では、最後に一番難しい、くれるについて説明します。くれるは、普通、まあ、誰かが私に何かをくれる、くれました。Someone gave me something.その時に、誰かが何々をくれましたと言います。私にを言う必要ありません。くれる、including me, give me, me. So, usually, 誰かがこれをくれましたと言います。そしてくれるの難しいところは、私だけじゃないんですね。Someone on my side. 私側の人に、誰かが何かを give した時もくれるを使います。じゃあ私側の人ってどういう人たちということになりますが、これが、まあ、はっきりとはしていないんですけれども、まあ、例えば私たち。私ともう一人、あるいはもう何人かの人たち、私たちもくれるを使います。それから同じ、私と同じ家族のメンバーの人、あるいは私の友達、あるいは私と一緒に働いている人たち、会社の同僚とか、そういう人たちも私側の人に入ります。ただこの大事なところは、この人たち、私ではなく、この人たちが何かをもらったときに、私も嬉しい。私も同じように嬉しい。というときに、このくれるを使います。例えば、My elder brother gave my daughter Nike bag. という場合はですね、まず、My elder brother、兄ですね。兄が、マイドーター、娘に、まあ、うちの娘でもいいんですけど、兄が娘に、まあ、これうちの娘ですけど、うちの娘に、ナイキのバッグを、バッグを、くれました。その時は私も自分のことのように嬉しい。だからくれる、くれましたを使います。では最後に、この2つの、英語の文を日本語に訳してみましょう。 My company gave me bonus. これはまず My companyうちの会社が、
ボーナスを売れました。うちの会社がボーナスをくれました。でここでは私にを言う、必要はありません。うちの会社がボーナスをくれました。で、私にくれたということになります。くれましたにはこの me の意味が入っています。で、まあ、このうちの会社も言わなくてもいいんですね。会社がボーナスをくれました。で、今度次はですね、Her company seems to give her bonus. これはどうなるかというと、まあ、彼女の会社ですね。彼女の会社が、まあ、彼女になんですけど、まあ、ここでは彼女には言いません。ボーナスを、くれた。ここでショートフォームですね。くれた、みたい。ですよ。彼女の会社がボーナスをくれたみたいですよ。くれましたみたいですよじゃなくて、ここショートフォーム使います。くれたみたいですよ。彼女の会社がボーナスをくれたみたいですよと言います。もちろんこれは、もらうを使って言うこともできますよね。例えば彼女は会社からボーナスをもらったみたいですよ。でも同じ意味になりますね。はい。Thank you for watching today's lesson. ご視聴ありがとうございました。